さあ、稲妻イレブンやっていきましょう。結構ね、上達を実感しております。パート2にしてね。というのも、パート2予定の動画をボツったからね。はい。お!お相手レベル30か。こっち24なんすよね。というのも、このゲームね、めちゃくちゃ切断多いの。しかも勝ってる時にな。そう、僕がシュートを決める瞬間に切断されるとかあるんで、見てください。このように、レベリングも兼ねて、わざと戦力を落としています。はい。まあ、なんだかんだいい勝負だと切断率目に見えて下がるんで。さあ、頑張りましょうか。ウィンキープ手に入れたんで、言うてこっちだいぶ有利っすね。さあ、緊張のキックオフです。さて、お相手は角か。ファール率高まってるから、じゃあ叩き潰してやる。これどっちにしろ抜かれるんでは。よし、いくぜ。吹雪くんにパスしないとね。で、ウィンキープを使ってる間はこの勝負に絶対勝てるんで。よし、つまりどうやろうがこうやってゲージを貯めていける。仕方ねえな、壁山来ちゃってるし、ウルフレジェンド行くか。こちらのアタッカーはほぼ吹雪くんのみなので、おさむちゃんを落とすとなると結構大変かもしれない。まあ等倍ですから、まあまあ入るべ。あやめろ、切らないでくれ、頼むぞ。切るなよ、切るなよ。これな、必殺はな、ちょっと威力でかすぎるからな、 1.5 倍ぐらいとかでよくない？うん、それぐらいじゃないと、なんか突然一撃必殺で死ぬとかはさ、やっぱクソ、ウィンキープを知っているな、お相手。くっ、時間稼がれてますね、ウィンキープ切れるまで。綺麗なパス回しだ。ふっ、あかん、能力値が足りない。あ、でもいけたわ。さあ、ウィンキープの時間が切れてしまいましたわね。無理だな。返品返品返品。あ、無理だ。津波氏、おっと、あかん、フィジカルが弱すぎる。さすがに2度はいかない。そう、ステータス差もあるからな、そこら辺は。無理なところは無理なんで気をつけましょう。なんで吹雪くんにいかにしてパス渡すかなんだよな。くっ、でもね、ディフェンス周りはまあまあ強い選手いるから。さあ、どこを守るか。壁山戻って、スーパーノバ来いよ。多分ですけど、どっかにパス繋いでから入れてくるはずだ。直接は来ない。そっちか。あかん、しゃあないな。炎の城壁使いますか。で、スーパーバリアも使ってからのブライでいこう。いくぜ、三国バリア。うっしゃ、ふう、耐えた。ういっ、おちょち、頼む。ディフェンスには定評があるだろ。オッケー、ゲージの無駄遣いだね。オーライ。何まで突破していく。よし、失礼しちゃうぜ、こっち。あかん、止められた。くー、これ絶対抜かれるからな。ほう、うん、お、いったいったいった、勝てた、よかったよかった。よし、ここは強引に突破していく。ふきくんはあそこか。オッケー、行くぜ。おら、こっちだよん。よし、完全に隙をついたな。オッケー、おっしゃ、いった。でもまだ足りない。何、え、どっから来た、間に合ったのか。くそー、止められた津波一人に。マジかよ。あ、そうか、風林火山だから凛の津波は吹雪くんに対して超強いわけか。困ったな、あいつ邪魔だな。あの必殺のシュートで
なんかこう守りきった方が勝ち筋にはなりそうかな。さあ後半戦にしてもさ、切断対策してる時に限ってさあれなんだよな、まともな相手来るんだよな。いきなりぶち破ってくる。まあ数値足りてないのはバレてるんで、技さえ使えばぶち抜けるって感じなんだろうな。よし、あー抜かれた、吹雪抜かれた、やばい、マジ、ういっす、ういっす。さあ監督の手腕が光る。さあ行きますよ、これまだ、さあどうするか、あかんって、起動、よし起動、よっしゃい、またもや強引なタックル、こっちだ、ドリブルで抜き去った、オッケー、もう直接行く、ピー童貞ペンギン、おるわ、すいや、今赤のスピリット手に入ったから一気に最大ランクまで上げれますね。ただランク上げちゃうと経験値入りづらいからな。必殺の条件は満たしている。もう一回入れ必殺で、気合い、ノーダメになっちゃった。一気に攻めるぞ。頼むって。く。行くわ。くそ、あからさまにゲージ稼ぎに来たな今。これあれじゃね？つうかあれか？もう装備品が欲しいだけなのか？強化アイテムが。またもや攻め込まれたぞ。頼んだよ。壁山。やば。さあ防げるか。トルネード。ここ一番の必殺シュート。く、これは止める。いけると信じてる。三国さんなら、どれやったんです。ギョバーキ。はい、よくたけ。くそ、数字ちゃんと見とけよかったぜ。自分の体力忘れちまったぜ。さてこうなるとさ、城壁向こう守ってきた、うん、無理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 、くそ、頼む、無理か、どう対処するか、津波、体の接触があったようだ、あーこの位置大丈夫か、くっ、でも止めないとやられるからよ。さあフリーキックで試合再開です、頼む、やっ、行くね、行かされ、無理か、そうじゃんけんプラス数値勝負なんですよ、うん、任せろ、やっ、守備体勢を整えられるか、亀山、守備に入る、多分右行くぞこれ、どっち行くこれ、どうせパス繋いでるはず、すぐには打ってこねえだろ、やっぱりそっちか、そうきましたか、あかん、もう一つ来る、さらに連携繋いでくる、どこだ、どっち来るんだ、やべえぞ、ギリギリ手に入れられたらやべえからな、そうきましたか、角度がやばすぎる、あー無理だこれ、あーもう技術使うだけ無駄です、くそ、こっち必殺の1点しか取ってねえんだぞ、さあ残り1点をギリギリの時間で取り替え、もうあれだ、今の連携でたっぷり時間使いやがったな、そっちちゃう、ここでここでまあ足りませんね、はい、なんだよ、じゃあ俺もちょっとパーティー戻してくるわ、でもね楽しいんだよね、うん、ああいうこともあるからな、でもああいう必殺ワンチャンも結局は最初のウィンキープのスキルを使ったから通っただけで、やっぱあのあれっすね、必殺はもうちょっとマイルドの方がいいかなとは思いますね、そこにたどり着くまでが結局実力差で覆せないところあるので、ではちょっとパーティー戻してきます、さあ全力バトルといこうぜ、あー
やっちまった。さっきのレベルの方がちょうどいいじゃん。ああ、まあいいや。とりあえずあれだ。まあお相手もレベリングかもしれないから、もしかしたらパーティーメンバーはちゃんとレベル上がってるかもしれないから。どうよ。あーどうだろう。あ、ちなみにレベル差は結構出るところもあるので、この時点で切断される方もいます。まあ言うてもそういう方はもうこのゲームやめたと思うんだが、よし行くぜ。そいや、キドウさんはこういう競り合い超強いからね。うっしゃい。で、お相手のゴールは三国さんか。大きく弧を描いてのサイドチェンジ。止めてくるか。もう普通に行こう。ここでパスミス。おっとパスミス。ふむ。ふ、間違えたぜ。さあスローインから行こう。どう来るかな。スローインで試合再開です。うっしゃい。近くこっちだ。うっしゃい。ボールをキープ。吹雪くんパスだ。ウルフレジェンド。僕のパーティーでは一番吹雪くんがシュート力高いぜ。踊りや。ゲージ 30% あるかな。バーニングキャッチだけど、だいぶ削らせてもらった。次で仕留める。みんな上がれ。守りを固めるぞ。ふっ、よし、ほらよっと行ってこい。おっと三国先輩前に出ている。やるじゃん。さあ気をつけろ。ここでシュートを打っていく。壁山間に合うんか。ここはしっかり守らせてもらう。三国さんは強い。効かないね。ういお、インビンキーパー手に入ってんな。よっ、余裕抜き。そのまま行こうか。追いついてきそうだし。うらよっと、危ねえよそのスライディング。気合いのダメ。やるね。いただき。さてと、パスパス。ダイレクトシュート、つなぐぜ。さあ威力は三国さんのディフェンスを超えている。ブライを使わないと止められない。こうやって追い詰めていくぜ。さあ次のシュートは何であれ通りますね。おっとファウルか。ですがこれしないと止めれないからな。さあ今度は向こうが攻めてくるぞ。だけどこちらにはねインビンキーパーあるからね。またもや攻め込まれたぞ。キャッチ。ほい、インビン使えば10秒は無敵。みんな上がれ。よし行くぜ。抜いた。さあどうする？終わりじゃ。もっと遠くからでもよかったんだぜ。遠距離津波ブーストシュート。もう十分止められん。106のその情けない体力では仮に止めれたとしても三国の体力をえぐっていく。津波さんこういうところは偉いよね。そう、ミリ体力に対しての津波ブーストは無慈悲にとどめを刺す。時間稼ぎにもなりますしね。もうこの前半戦でお相手がやることはない。 OK。 さすが脅威の人格者と言われるだけのことはあるぜ。立ち向かい君も育てたんですけど、現環境フォワードの火属性多すぎて、立ち向かい君弱点疲れちゃうんよ。ゴーエンジにもグランヒロトにも弱いから、さすがにちょっと強さを実感できなくて、今はちょっと育成メンバーに枠を譲っております。
いいパス回しだ。うい、そっちしか行くところねえもんな。うい、おっと、おっと、ここはまず、うっ、なあ、まずい、抜かれたか。ゾーン、壁山プレス。うー、ここでやるとまずいぞ。 PK です。反応速度の見せ所だな。一騎打ちです。一騎打ちです。OK、 よし、まあ PK ぐらいは見てから止めれるようになりました。クレイモア行くぜ。ファール何行く、ドリアー。ここは強引に突破していく。ドリア、何、あ、しまった、欲張った、行くっす、頼む、行くっす。体の接触がダメか。まあくまでファールしにくいだけだからね。まあ前線は上げた、ゲージもまあまあ。で試合再開です。頼んだぞ。諦めの悪いことだ。うい、ここでボールを奪います。またもや強引なタックル。強引なタックル、ちょっとラフすぎますかねこれ。とりあえず君だな、行くぜ。ゾルエア、テンションが足りんか。ならばストレートに、守備に入る、ホンドリフライハンド、半分はいくでしょう。よしよしよし、オッケーオッケー。頼もしいセーブ。ゴールのことは心配するな。任せろ、任せるか。うぅ、くそ、守備体勢を整えた。これはどうしようかな。まあ、キャッチでいいや。うえっ。嘘だろこれ、言って。三国さん超痛かったっすよ今の。マジやっちまったぜ。さていきなりこんな、おっと、諦めの悪いこと。おい、ボールを奪った。よし、はっ、ここで必殺タイムだ。クレッセントブーンだけど、緊張が走ります。皇帝ペンギン、いやー、皇帝ペンギン、うれすいえ、ペン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 、いくペンよなぬ。さあそっちじゃねえぜ、吹雪じゃねえ、こっちだ。よし、これは通ったわ。オッケー、2点目。残り3分ちょいではもう取り返せんでしょうよ。綺麗に決まりましたね。さあリードしていますが、まだ油断はできません。さあ後半終了目前。さあ今回はステータス足りてるから勝てるかもしれない。オッケー、ほい。よしよしよし、さあ時間足りねえぜ。頼んだぞ、行かせちゃダメだ。仕方ね、いいぜ。よし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 、オッケーです。というか動画では初勝利なんですよね。やっぱねこのゲームね、ちゃんと試合できたらめっちゃ楽しいっすよ。うん、なんで、まあ、なかんな製品版買うんじゃねえかな。ちゃんと、そう、今日は今のところ切断率ゼロですからね。別ゲーやってるのかなってぐらい。はい。もしかしたらそういう層が、もう、無事やめてくれたのかもしれないですね。最高に嬉しいですね。うん。なんで、神ゲーと化したいないで、まだまだやっていくんで、よろしくお願いします。